何が出てくるかわからない自販機。10円です。10円。お、出てきた。ん？なんだこれ。よっ。お、レモネードが出てきました。10円。安いな。大阪市福島区にある10円の激安自販機。コロナ禍での非接触が追い風となり、今関西の珍しい自動販売機が注目されているんです。お、金魚いる。金魚、すごいすごい。これ金魚、金魚ですよ皆さん。クレープ、クレープ入ってますね。関西各地のあんな自販機、こんな自販機をまっちゃーること島田勝記者がリポート。これはね、美味しい、これ美味しいですわ。見ればあなたも買いたくなーる。何これ、珍自販機。まずは奈良県大和郡山市の自動販売機。自動販売機ありまして出ました、新鮮な朝取り金魚。金魚ですよ、金魚の自動販売機なんてあるんですね。はあ、え、金魚動いてます。朝取り金魚が入った自動販売機、お値段1袋200円。お金を入れ、ボタンを押せば、押しますね、あ、出たポケットを開けて、あ、金魚いる。金魚、すごいすごい。これ金魚、金魚ですよ皆さん。皆さん金魚です。金魚の自動販売機で金魚を買いました私。奈良県大和郡山市といえば金魚の養殖が盛んな町。自販機のすぐ隣にあるお店が営業時間外でも買えるようにと設置しました。朝鶏と書いてあるように毎朝元気な金魚を袋詰めし販売しているんです。薬剤の入ったお水に酸素を詰めることで自販機の中でも金魚たちは元気いっぱい。しかし奈良はこれだけじゃありません。毎日売り切れるほど人気の珍自販機が桜井市にあるというんです。すいません、あのこの辺にですね、変わったものを売ってる自動販売機があるっていうか、多分そこの右側のお染めさん、白い今建物があるところの右側だと思います、はい、あの地元の人に聞いて向かってみると、はい、この白い建物のところを右に曲がったところって言ってました。おお、あったあったあった、おお、ありましたよ、ありましたよ、ありました。お、クレープ冷えてます。飲み物の自販機の中になんとクレープがいっぱい。チョコバナナに生キャラメルスペシャル、クッキー&クリームなどなど、9種類と味のバリエーションも豊富です。早速買ってみると、あ、瓶に入ってます。あ、本当だ、クレープ、クレープ、クレープ入ってますね。ちょっと出しましょう。ほら、ちゃんとクレープですよ。クッキー&クリーム。いや、触った感じなんか柔らかい。なんか美味しそう。形が崩れないように牛乳瓶に入ったクレープ。お味の方は？うん。あ、しっとりとした甘さで美味しいですね。いや、これ、いや、美味しいですよ、クレープ。よく、まあ、クレープとか買いますけど、そんじょそこらのクレープに負けてませんよ。美味しいですよ、このクレープ。これはね、美味しい。うん、これ、美味しいですわ。クレープに大満足の島田記者。さらに、同じ自販機には。あと、あれ？焼き芋って書いてますね。焼き芋もあるんですか、これ。焼き芋すごいな。100円？焼き芋100円なんだ。冷たいクレープの下にはなんと焼き芋が入っていました。しかもお値段は100円と激安。こりゃ買わなきゃ損というわけで。あったかい、あったかいって。これはあったかいですね。よっ。あ、でこっちだ。おお、ホクホクしている。おお。
おう、うん、美味しいお芋ですよこれ。焼き芋のお味もなかなかのもの。しかしこの陳自販機、一体誰が設置したのか。そばに自動販売機がありまして、はい、あのクレープを売ってる自動販売機なんですが、はい、どなたが管理されてるかとご存知ですか。あ、私ですが、はい、実はこちらの自動販売機は流しそうめん屋さんが設置したものだったんです。どういったきっかけで始められたんですか。そうですね、うちは流しそうめん屋さんやってるんで、冬場ちょっとしんどいんですよ、もともと。で、冬場ちょっと手が空くんで、何かこうお土産になるようなことやろうかなと思って始めたのがこれなんですよ。奈良県が誇る名物、三輪そうめん。夏には多くのお客さんが流しそうめんを楽しみます。しかし寒い時期はどうしても売り上げが落ちてしまう。そこでご主人のアイディアで4年前からこの自動販売機でクレープや焼き芋の販売を始めたんだそうです。お店ではお昼の流しそうめんの営業が終わった後、クレープの仕込みが始まります。ご主人、そうめん屋さんお忙しいから、はい、これクレープ作るのもなんかどっかから買ってきたものでやってるわけですか。いや、全然手作りですよ。全部手作り、はい、ご主人の加藤さんはお菓子作りは全くの素人だそうですが、生クリームやキャラメルも全て手作り。瓶に縦にして入れるので生クリームを固めにするなど工夫を凝らし、食べやすさと美味しさを両立しました。店との掛け持ちは大変なので奥様が手伝うこともあるそうですが、奥さん、ご主人がね、はい、自動販売機をお店の外で始めるって聞いた時にどう感じになりました。うーん、ちょっとアホちゃうかなってそうめん屋を始めるって言ったのに、なんで自販機って、ちょっとお菓子が作れるわけでもなかったので、はい、うん、ちょっと反対でしたと。奥様ちょっとご立腹で、2017年、クレープの販売がスタート。すると、うん、手作りの美味しさと物珍しさも手伝って、クレープの自販機は大人気となりました。中にはこんなお客さんも。どちらから今日来られた。三重県なんですよ。三重県、これをめがけてきたんです。大阪の門真から、うん、あ、この自動販売機はどこで知ったんですか。何やろ、 TikTok かな。そうなんです、面白い自販機として YouTube や TikTok など SNS で頻繁に取り上げられ、今や奈良の名物スポットに。週末には1日100個作ったクレープが売り切れになるそうです。4年半ぐらい経って、はい、今はどうですか。今は、まあ、皆さん喜んでいただいてるんで、今はまあいいかなっていうご主人良かったですね。一応まあホッとしました加藤さん、奥さんもご機嫌になって良かったですねところ変わって、琵琶湖で有名な滋賀県にも陳自販機があると聞いた島田勝記者は、彦根城の近くのキャッスルロードにやってきました。この辺りに変わった自動販売機があるって聞いたんですが、自動販売ありますかね。あんまりなさそうな雰囲気なんですが、あれですかね、あれですか、なんかありますよ、自動販売機。近づいて見てみると、お、ヒコニャンが書いてますな。なんかいろんなものあるな。は、これ何ですか。これ船寿司って書いてますよ。船寿司、飲み物の自販機になんと船寿司が入っているじゃありませんか。値段は少々張って800円ですが、勇気を出して購入。なんだなんだ、え、あれ船寿司、あ、こういう円筒形のものにケースに入ってるんですね。中には
彦根市のご当地キャラクターひこにゃんがプリントされたおしぼりにスライスされて真空パックに入った船寿司、そしてお茶もセットでついていました。おしぼりで手を拭いていざ船寿司実食。じゃあちょっといただきます。あ、ちょっと酸っぱいですね。かなり発酵したチーズを食べてるような感じがします。お茶が欲しいです。あ、僕お茶持ってるんですね。しかしこんな道端の自販機で船寿司売れるんでしょうか。ちなみに私が今1個買いましたですね、全て売り切れになりました。大人気かもしれませんよこれも、もしかするとなどと盛り上がっている島田記者、そこへ。こんにちは。補充させてもらいます。あ、補充、はい、補充なんですか、はい、あら、え、あの、失礼ですが、はい、あの、船寿司屋さんですか。船寿司屋ではないです、自動販売機屋さんです。実はこの人、滝さんが船寿司を自動販売機に入れた仕掛け人だったんです。最初はあの自販機を川自社で購入させてもらったので、何か面白い商品が入れられないかということで。2年前、滝さんから相談された船寿司の老舗、あゆの店、木村の社長さんは。こんな売れるんかって言って彼に聞いたんですわ。じゃあ彼曰く、いや、売れへんと。売れへんけども、まあ、自動販売機の中に船寿司入れることによってね、まあ、話題性もあるし、町おこしの一環としてね、少しでもこの町のために、まあ、船寿司でその町おこししたいみたいなことを彼が言うんでね。船寿司は2年近く発酵させて作るので、通常5000円以上する高級品です。メスのみを使いますが、全体の 5% ほどオスが紛れ込んでしまうため、正規品にならないオスを自販機用に安く提供しているんです。中は粉が入ってませんけど、もうお味はね、他の一級品と同じなんで。賞味期限が3ヶ月あるので自販機に入れても問題なし。船寿司はまだ1ヶ月に数個という売れ行きですが、面白いものがあるという認識を持ってもらって周遊してもらえたら、やっぱこう街も活性化するかなと思いますし、これぜひあの歩いてもらうきっかけになってくれたらいいかなと思います。自分の愛する街を魅力ある自販機で盛り上げたい。珍自販機を生み出したのは人々の熱い思いなのです。その思いを知った島田勝は珍自販機を愛おしく見つめるのであった。